1時なんで疲れてますけど、どうにかここまでついてこれてます。おしゃべりクソ野郎もいっぱい入ってきたんで人気はいいと思います。なんで地味に振ってんだ。すげえ、助け求められてる。助け求められてる。来たぞ、今。謝罪終わりましたけど、俺クソ野郎じゃない、俺クソ野郎トミ君だけだよ。いや、もうおしゃべりだけだよ。俺おしゃべりだ。ただおしゃべりしてた。しっかり、顔を引き締めてくれる大ベテランだと思っております。めっちゃ褒めるじゃん。今ごまっとかない。大いらねえ。大いらねえ。あ、そうそう。本当ね、お父さんみたいな感じだからね。そうっすね、俺から言ったら、いや、もっと出すね。もっと出すよ。俺があんな言ったのに、まだそんなに浅い俺が同じ部屋なのにさ。いや、本当人生の先輩としていろいろサッカーだけじゃなくていろいろプライベートなことにいろいろ相談を持ってもらったりとか、あと子供の話とかも一緒にして、ここ行った方がいいよとか、いちご狩り行こうかなって言ったら勝手に塩さんが勝手に、お、俺いちご狩り行こうかなって言ってめっちゃ連絡していちご狩りを取るっていう、パクられるっていう現象が起きましたけど、いやで、すげえ予約してる。めっちゃ予約できねえよとか、あそこ読めんだよ俺とか、全然できねえじゃねえかなって押してんだけど、いや褒めてねえじゃん。でもしっかり子供のため、家族のためにやってくれたらいいパパっすね。まあいろんな選手とも話せますし、飯食ってる時とか、まあ、部屋でくつろいでる時とかは、いろんな部分が見えるんで、いいと思います。まあ、富山の鼻毛を切りたいなと思ってちょっとオフサイド気味なんで。しおさん、実はもう切ってる。やばい、切ってた。しおさん、出てないの。切ってる。鼻毛ですね。鼻毛あるのダイヤゴナルランスだもんね。だいぶ鼻毛がね、相当オフサイド、ダイヤゴナルランスだけど相当オフサイドしてたよ。沖縄でいい練習詰めてますし、それはもう個人としてもチーム全体としてもできてるんで、宮崎でも引き続きいいトレーニングをして、いい準備して、開幕を迎えたいなと思ってます。まあ、去年、すごく辛い思いして、今シーズンになったわけですけど、いろんな経験してきた中で一番辛いシーズンでもあったし、ただこれを糧にしなかったらやっぱもったいないです。1年に上がっていい成績残してまた落ちてしまったっていうのはまた何かしら原因があったと思うし、僕らがこれを糧にしてさらに強いクラブにならなくちゃいけないって前向きに思わなくちゃいけないと思うので、去年の経験を糧にしっかりと自分たち見つめ直して強いチームになれるように頑張っていきたいと思うので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お二人もありがとうございました。いいこと言ってたのに聞いてなかったし。雑誌おしゃべりクソ野郎はこっちですね。おしゃべりは俺ですけど。